マーロン・ディカーソン、マーロン・ディカーソンは、アメリカ合衆国の裁判官、政治家、民主共和党及び民主党に所属した。1815年から1817年まで、第7代ニュージャージー州知事を、1834年から1838年まで、第10代アメリカ合衆国海軍長官を務めた。 また1817年から1834年まで8揮16年連続でアメリカ合衆国上院議員を務めた。1770年ニュージャージー州ハノーバーで生まれた。家庭教師の下で教育を受け、1789年にニュージャージー大学を卒業した。その後法律を勉強し、1793年に弁護士として認可を受けた。 1794年、ペンシルベニア州で、ウィスキー税反乱が発生すると、ニュージャージーの民兵により組織された第二、騎兵連隊に対して、個人的な支援を行い、反乱の鎮圧を手助けした。その後フィラデルフィアに定住し、1797年に、ペンシルベニア州の裁判所で裁判官となった。1802年には、同州の破産管理官に任ぜられ、 1805年から1808年まで州軍務局長。1808年から1810年までフィラデルフィア市法務官を務めた。1810年ニュージャージー州へと戻り、モリス軍に定住した。1811年ニュージャージー州下院議員に選出され、1813年までの一期、同職を務めた。1813年から1814年までは、 ニュージャージー州最高裁判所の法律書記を任され、1813年から1815年までは、同裁判所の売席判事を務めた。その後1815年、ニュージャージー州知事として選出され、1817年まで、同職を務めた。1816年、民主共和党からアメリカ合衆国上院議員に立候補し、当選を果たした。 翌千1817年3月に上院議員として着任、千八1829年1月に辞任した。しかしながら、エフライム・ベートマンの辞任により、空席となった上院の議席を補充するため、直ちに上院議員として再選された。最終的に、1833年3月まで、合計で16年間連続で上院議員を務めた。第十五回議会に、 上院労働委員会の議長を第16回議会から第18回議会まで上院商工業委員会の議長を第19回議会から第22回議会まで上院工業委員会の議長を務めた。1834年上院を去る際アンドリュー・ジャクソン大統領からロシア講師として指名を受けたが辞退した。同年6月ジャクソン大統領は アメリカ合衆国海軍長官就任を依頼し、リカーソンはそれを受諾した。海軍長官に着任し、続くマーティン・バン・ビューレン大統領の下でも海軍長官として再任され、1838年6月まで同職を務めた。1840年、ニュージャージー州地区の連邦地方裁判所判事に任せられた。さらに1844年、 ニュージャージー州憲法制定会議の代表も務めた。1853年、ニュージャージー州逆さなにおいて死去した。遺体は逆さな市内の長老派教会墓地に埋葬された。死後、アメリカ海軍では功績をたたえて、駆逐艦ディカーソンにその名が付けられた。ありがとうございます。